慶応義塾大学筧康明研究室のグループは、フリーハンドで円や直線を描くことができるテーブル型装置を開発しました。このシステムはテーブル内部の磁石の位置を XY 方向にコンピューター制御することで手書きの描画をアシストする仕組みで、コンピューターグラフィックで行われた描画方法を紙の上で実現するものです。いつも使うような筆記用具で、これはボールペンなんですけども、これをテーブルに乗せて、このようにですね、フリーハンドで正確な円が描けたりとか直線が引けたり、あとはあらかじめ用意していた絵などイラストなどを半自動で筆記することができます。でつまりその普段ですね、ペンを握って描く途中にその、正確な円を描きたいとか、そういう精度の求められるような、例えばコンピュータグラフィックスでできるような表現、そういうことを、切り替えてアシストしながら、ペンがアシストしながら、描いてくれる、そういうシステムになります。このシステムではペン先が金属でできている一般的なボールペンかデジタルペンを利用できます。ボールペンを利用する場合は、書き始めの位置を XY テーブルの原点に合わせる必要がありますが、デジタルペンを利用すれば任意の位置から描画を開始できます。ペンの位置が座標が分かるということで、その書きたい位置から始められたりとか、あとはその書いた絵というのを一回記録して、で好きなところで、複製、貼り付け、ペーストできる、何度も何度も同じ自分の書いたオリジナルを、コピーすることができる、そういうことにも使えます。精度の求められる図形を書いたりするっていうところはもちろんあるんですけども、まあ、遠隔地のその先生の書き順とかを、まあ生徒がこう触覚によってこう書けるようになったりとか、そういうところのいろいろ応用先はあると思うんですね。はい、まあ、ペンだけでなくて、例えばハサミだったりなコンパスだったり、なんかいろいろな文房具に、デジタル技術を入れて、アシストしてくれる、書いたり切ったり、そういう、まあ、大きな文房具っていう枠で大きなプロジェクトとして進めていきたいなっていうふうに考えてます。